はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日はこちら、深淵のトカビと第3弾、強化のフラウソンが追加されたわけなんですが、今回はこちらを快適に、かつ誰にも迷惑がかからない、そういった遊び方紹介していきたいと思います。初心者さんなんかはよく悩みがちなこと、オートマッチングでなんかいろいろやるのって、まあ8人とはいえど、やっぱ迷惑かけちゃいそうで怖いみたいな、まあ自分なんかが参加していいのかなって思う方結構いると思うんですね。まあ極論言っちゃえば全然大丈夫っていうのはあるんですけども、まあそれでも、まあ、極力周りに迷惑をかけたくないというか、できるだけ活躍したい、そう思ってる初心者の方めちゃめちゃ多いと思う。というわけで今回は初心者さんでもめちゃめちゃ簡単に活躍できる職業を紹介していきたいと思いますので、ぜひとも参考にしてみてください。早速やっていきましょう。はい、それではまずは一つ目、天地雷鳴士。もうこれはめちゃめちゃ安泰ですね。マジで初心者救済だと思ってる。まあというのも実際にやってどんな感じなのかっていうのを見ていきたいと思うんですけども、本当にやることが簡単。まあ、まず体勢に関してなんですが、まず呪文体勢は盛りましょう。呪文耐性があるかないかでだいぶ生存率が変わってくるんで、この辺はね 100% つけておきたい。であとは可能であれば麻痺ガードとか、まあその辺もつけておきたいですね。であとは転びガードとか、まあこの辺はできればでいい。まあ、一番大事なのは呪文耐性なんで、であとは盾にも呪文耐性できれば持っておきましょう。であとはこれから紹介する全ての職業に共通なんですが、負けっかい、これの位置をちゃんと覚えておこう。今回のボス負けっかいをするかしないかでだいぶ変わってくるんで、まあそういうわけでね、実際やっていきましょう。まあ結構巷ではね、8人同盟とはいえど時間切れ起こしちゃうみたいな、まあそういう方たくさんいると思うんですけども、大丈夫です皆さん。今回紹介するやり方と職業でやればね大丈夫なんで。はい、まず天地雷鳴士なんですが、開幕もう適当に何かしら出しましょう。まあおすすめはやっぱくしゃらみですね。カカロンでも OK。 まあどっちでも好きな方を出しましょう。でそしたらマジックバリア、これをかけます。まあ、基本的に自分がボスに攻撃するということはあまりないです。ただ前衛の後ろとかに立ってもらって、まあ、今回はね、このファディアさん、ファディアさんの後ろにちょっとつくようにしましょうか。まあ、ちょ、こんな感じであらかじめ決めといて、で、マジックバリアしました。で、そしたらピオリムします。はい、ピオリム。これ結構大事なんで、まあ、全体にもうピオリムかかってますね。で、あとは現場解放とかやって、はい、これで仕事終わり。はい。これで終わりです。まあ、というのも、まあ、何をするかっていうと、ね、マジバリしてピオリムして玄魔呼び出すだけですよ。で、あとは、なんかやれそうなことをやっていくって感じですね。まあ、さっき攻撃は基本的にしないとは言ったんですけども、まあ、余裕があればね、こんな感じにガンガン攻撃してもらっていいんで、天地雷鳴士とはいえど、やっぱこうやって魔法戦士とか言ってくれると、めちゃめちゃなダメージ出せるんで、あ、で、今ちょうどいい感じに狙われましたね。あの、ボルボー。あの、ボルボーですね、これ、雑魚敵いるでしょ、このペネトーレってやつ。こいつまで誘導しよう。で、はい、ここで近づくと大爆発するんで、そうすると厄介なペネトーレ、はい、ここでね、はい、おさらばというわけですよ。はい、こんな感じにまあ倒せるんで、雑魚敵を処理するような感じでボルボを誘導していきましょう。で、なんかもうそろそろ死人出て蘇ってそうなんで、そろそろマジックバリアの一つでもやっておきますか。あ、黄色の技がいきましたね。まあ、これはねちょっと痛い。でもなんか8人同盟バトルだとちょっと軽減されてんのかな。まあ、あれに関してはかなり痛いので、まあ基本的にはその、まあなんか自分にターゲットが向いてそうであればファランクスなんだりして、まあなんか軽減技をやるってこと。まあそれ大事ですね。で、まああとは、そうね、マジックバリアをしておこうか。なんかちまきさんがやばそうですね。あ、来た来た、もう魔法いっぱい来ますね。いいんです、マジックバリアさえしておけば。もう自分はこれでね、大活躍中なんで。あ、なんかいっぱいやってますね。あ、誰か死ぬかな、誰か死ぬかな、ザオリクとかちょっと見ちゃったりして、あ、くしゃらみ引っ込みましたね。そしたらまあ、くしゃらみとか出しちゃったりして、よし、これで OK。はい、仕事終わり。もう終わってるけどね。あ、で、そしたら、まあそうね、煉獄火炎の一つでもちょっとやってみますか。おいしょ、よいしょ、あ、もう黄色いきました。あ、まあ、ピオリムの一つでもやっておきましょうか。暇なんで。はい、暇なんでね。暇なのでピオリムの一つでもやっておく。はい、こんな感じです。つまり、天地雷鳴士。いや、今の時点で、いやなんか、フラちゃん、暇とか言っててお前帰省してるやんって思うかもしんないけど、これ、多分他の人にとってはめちゃめちゃありがたいと思う。まず、玄魔のくしゃらみがいて、で、さらに、フラちゃんがマジックバリアをしているんで、魔法耐性がね、みんな爆上がりしてるんですね。これ、マジックバリアをやんないとみんな負けっかいとか自分でやるしかなくなるんで、まあ、そうなると結構大変なんで、まあ、やっぱみんなね、めっちゃありがたいと思うんですよね。
まあ、玄馬のねザオラルとかザオリクとかその辺なんかも僧侶とかその辺の回復役からしてもめちゃめちゃ嬉しいと思うし、でまああとはねこれ誰でもできますよ。これマジックバリア押すだけですから、もう簡単に終わります。でメラガイアが来たけどもだいたい大丈夫、もうマジックバリア押すだけなんで、こんな簡単な作業誰でもできる。よし OK。 したらそうね、あーちょっとなんだよくわからんが、あすいません、ちょ見てなかったわ、あまりにも簡単すぎて敵の攻撃見てなかった。まあこういうこともある。あ大丈夫、ゲンマがザオラルしてくれるんでありがとうございます。でそしたらまあなんかやることねえかなっつって、まあそうですね、安定のマジックバリアでもやっておきますか。おいしょ、あちょやべちょやべ、すいませんもう巻き込まれ事故はねちょっとどの職業でも気をつけていってほしい。まあそんなこんなでちょっとバッテリーも少なくなってきたんですけども、ちょっとやっていきましょう。大丈夫バッテリー少なくてもね大丈夫なんで、適当にマジックバリアとあとは玄馬を召喚する作業なんで、もうこれをね忘れず絶え間なくやっていくことでめちゃめちゃありがたい存在なんで、迷惑かかってない愚かめちゃめちゃ活躍できてるんで、これ天地雷鳴士これをやるかやらないかでだいぶパーティーの生存率とかも変わってくる。でいざとなれば自分がザオリクいけるんで、はいありがとうございます。はい、よくねその初心者のガチの初心者の天地雷鳴士みたいな、なんか自己流でやってますみたいな、何したらいいかわかんないっていう天地雷鳴士の方、よくなんか周りのそのマジックバリアとかピオリムとか忘れて玄馬も召喚するの忘れて適当に冥道風魔とかやってる人いるんですけども、そうじゃない、そんな小難しいことしなくていい、マジックバリアだけしておけばいいんです。いやもうこれだけしとけばもう完璧なんで、現場適当に召喚すりゃいいん で、あとはなんかいやよし生き返らそう、はいありがとうございます。天地雷鳴士は攻撃するのではなくて基本的には補助、それをガチガチに意識づける、それが大事。なんか吸い込まれていきましたね。適当にマジックバリアでもしておきましょうか。よしはい、マジックバリアして、もうこれでもう完璧に、はい、いい感じにフォローできました。したら、なんかやばそうですね。後ろからなんかレーザー飛んできたんで、まあ、ここはしっかりと避けてもろて、よし、OK。で、したら、イオマータ来ましたね。大丈夫。もうマジックバリアみんな貼ってあるんで、誰も多分、あ、そうね、元から呪文耐性低い人以外は死ぬことないと思うんで、ありがとうございます。適当にね、こう、ザオラルして、で、よし、蘇らして、でもう大丈夫ね。もう誰もいないね。したらまあカカロンあたりでも召喚しておきますか。こっちの方はまあ蘇生に関しては結構優秀だったりするんで、よしで大丈夫。俺なんかめっちゃ跳ね返した、めっちゃ跳ね返した、なんかうわとんでもねえことになってる。4000、もう5000ダメージかける3とかになってますね。これはめちゃめちゃ気持ちいい。まあそういうわけで天地雷鳴士なんですが、本当に初心者救済だと思う。マジでおすすめの職業天地雷鳴士で、続いてが魔法戦士ですね。魔法戦士なんですが、これまためちゃめちゃ簡単に活躍できる。まあ、さっき同様に呪文耐性つけてもろって、で、あとは弓持っておきましょう。アクセサリーは、まあ、基本的にはもう適当で、まあ、いい感じにしてください。いいんですよ、その人が持ってるものだけで。もう適当にやってくださいよ。8人もいるんすから。ね、自分以外に7人もいるわけですから。なので、なんか強い装備じゃないとやっちゃいけないのかとか思う方、ね、初心者いると思う。んなこと関係ねえから、もう自分以外に7人いるんで、そいつらが何とかしてくれるんで、もう気軽に参加してください。自分の今出せる、持てる全ての力をそこで発揮できれば、まあ、それでいいんで、ステータスが最強である必要は全くございません。で、魔法戦士なんですが、もう初心者でもね、めちゃめちゃ活躍できる。やること言います。はい、まずライトフォースをかけます。はい、ありがとうございますってしましょう。で、そしたら、まあ、適当に負けっかいでもしておいてくださいよ。このフォースブレイクが溜まるまでは、ちょっとすいません。なんか、いろいろ巻き込み事故を起こしましたけど、すいません。ちょっと今のはもうどうしようもない。不可抗力でございます。まあまあいいよ、まあいいよ。そういうこともよくある。まあ基本的には、その味方に近づきたくないんですね。この8人同盟というのは。まあなので、基本はその味方から離れられる弓を採用しました。で、はい、フォースブレイク溜まりました。撃つだけ。はい、撃ちます。はい。いや、めちゃめちゃ今活躍しました。これでとんでもなく今火力貢献しましたからね。で、あとは暇なんで適当にクロックチャージでもしましょうかって、こうやりまして、んで、なんか、まあ、ターンエンド前に当たるとかもどうでもいいんで、この辺も。まあ、別にわかんない人はもう、タゲ下がりなんかしなくていいんでね。で、あとは、もうやることなしって、なんかやることなんかなさそうやなと思ったら適当に攻撃技の一つでも敵から離れた状態でぶち込めばいいんで、これ終わり。で、次。
んで、そしたらそうだな、シャイニングアタックでもしますか。シャイニングアタック、まあ、カスダメージ持っても気にしない。で、あとはそうね、とりあえず弓ポンでもしておきましょうか。試行することでワンチャン魔食やってきたとしても大丈夫で、フォースブレイク溜まりましたね。したらフォースブレイクを打つ前にライトフォースをかけまして、で、そしたらはい、フォースブレイクぶち込むだけ。これで大活躍間違いなしなんで、ありがとうございます。いや、マジでこれ初心者救済やと思うわ。いい感じにね、雑魚敵も誘導してくれましたね。素晴らしい。なんかいろいろ巻き込まれた人いるっぽいけど、まあまあそういうこともある、ドンマイです。で、したらそうね、マジックアローの一つでもやってみるか。魔法使いとかいるんかな、どうだろう。今回のパーティーいまいち把握してないんだけど、あ、賢者がいるんでワンチャン、まあ魔法打ってくれるんで、その辺のダメージも上がりそうですね。で、適当にダークネスショットとかして光耐性とか下げちゃって、で、シャイニング棒で、よーし、素晴らしい。マッシュさんが狙われてますね。あの人がどうやって持っていくか、あー、いい感じに誘導してくれるか、誘導してくれてますね。これはありがたい。で、いい感じにこうボスも持ってきたんで、あ、素晴らしい。あ、したらもうフォースブレイクぶち込むだけ。終わり。で、あとは適当に攻撃しておきましょう。よいしょ。うー。で、ダークネスショットさっきちょっと微妙なタイミングで使っちゃったんで、まだ溜まってないですね。ちょっと間違えましたわ、タイミング。マダンテとかしてもいいんだけど、まあ、で、いいでしょう。まあ、それぐらいは。ちょっと必殺来たらやるぐらいで、まあ、それぐらいがちょうどいいんじゃないか。んで、したら、まあ、そう、やることない。ちょっと次ダークネスショット合わせたいんで、ちょっとダークネスショット取っておきましょうか。よし。で、はい。皆さん、初心者の方、見てて、これ難しいと思う？これ、めちゃめちゃ簡単やない？やってること。俺、フォースブレイクとダークネスショットとライトフォースしかしてないよ。もう、本当に基本的にそれだけなんで。で、あとは、暇な時間でなんか自分ができそうなことやればいいだけの話なんで。まあ、本当に魔法戦士、めちゃめちゃ活躍しやすいと思うんで、かなりおすすめ。で、フォースブレイクぶち込む前にライトフォースかけて、で、からのフォースブレイクをぶち込んでいくということでやれば、なんか今いい感じにレボル効果も合わさってますね。おいしょ。はい、3600ダメージ。素晴らしいダメージ。からの前衛の後ろからサンライトアローを差し込んでいく。よし。で、からのシャイニング棒でさらに火力を。よー、素晴らしい。いいですね。で、お、なんだ、デドスとか来ましたね。ちょっとこう防御でいけるかな。無理か。いやー、なんか聖女があって助かった。ありがとうございます。負けっかいでもしましょうか。いや、負けっかいして、あれか。しょうがないね、そしたら。まあ、適当にまあクロックチャージでもしておきましょうか。この辺で、よし、いい感じに、バフも巻きながら、弓ポンとかしちゃったりして、よ、なんかいっぱい来てんな、おい。そしたら、フォースブレイク溜まりました。したら何やるんですか？ライトフォースかけて、で、からのフォースブレイクをぶち込むだけっていう簡単なお仕事。もう赤いきましたね。おいしょ。はい、全属性耐性ダウン。で、からのダークネスショットで、おいしょ。あー、素晴らしい。で、いい感じですね。で、みんな結構死んでるでしょ。これなんでみんな死んでるかっていうと、巻き込まれ事故なんですよ。巻き込み事故&巻き込まれ事故。まあ、なので、自分があんまり死んでいないのは巻き込まれてないからなんですね。弓で遠くからチクチクしてるので、巻き込まれるリスクというのを結構抑えてるわけですね。なので、自分は死ににくい。まあ、こんな感じに巻き込まれて死んでしまうと。そういうことが結構多い。まあ、なので、はい、こんな感じに、まあ、とにかく巻き込まれないようにしたかったんですが、いや、父を持ってこられた。あかん。しょうがない。今のは衝撃はしょうがない。あ、やばい。あ、俺死んだわ、これ。これ 100% 死ぬ。あ、すいません。皆さん、すいませんでした。すいませんでした。できれば、シャインアタックを、シャインステッキをちょっと誰か、ください。死ぬ前にライトフォースでもかけて死にましょうか。おいしょ。あ、だ、生きてる。こう、フォースブレイク、一発ぶち込んでおこうか。もう早めに。もうどうせ死ぬんだよ、俺。よし。ありがとう、みんな。あ、なんか生きてる。よくわからんが、生きてる。ありがとう。よし。ダークネスショットも差し込んで、で、あとは、バイケルトとか適当にやっとくか。まあ、自分ぐらいしかいないな、恩恵を受けられるのが。で、そしたら、まあ、またボルボが湧いてきたんで、あいつのターゲットをちょっと待ち、大丈夫ですね。
自分は関係ない、もう何かあったとしても自分の責任ではなくなりました。で大爆発来て、これでいい感じか。おー、よし、ザコも巻き込んでくれましたね。ナイスな立ち位置です。天地雷鳴士の MP が切れそうなので、まあ、ここはなんかちょっと気を利かしてちょっと MP パサーでもやってみようかなと思ったんだけど、敵を倒してしまいました。はい、こんな感じに魔法戦士マジでね、これ本当にノラ相性いいから、これマジでおすすめっす。気になる宝箱は黄色のラクリマ、ありがとうございます。で最後の職業なんですが、海賊ということで、なんかまあ海賊と聞くとすげえ難しそうなイメージあるじゃないですか。なんかよくわからん二連射撃とかさ、なんかいろいろなんか聞くじゃないですか。いやそれって確かに極めたらそんな感じの技術は必要になってくるかもしんないけど、そんなもんぶっちゃけやってもやんなくても同盟バトルではそんなに差は出ないので、やんなくていいです。まあ、というわけで今回は初心者でも本当にやりやすいやり方というのを紹介していきます。まあ装備なんですが、まあ、これまたいい感じにしてください。まあ、呪文耐性とかつけるにして、であとはその他アクセサリーに関してはできれば魔除けの鈴とかつけておくといい感じで、あとはまあ器用さとか持ってもらったりして、まあとにかくまあいい感じにしてください。まあちょっとね、大砲のダメージも上げたいんで、器用さ肉まん星1でも食べましょうか。よし、これで OK です。星1を食べまして、今回の動画を撮った理由としては、初心者の方がだいぶ渋ってるって感じ。なんか本当にいろんなコンテンツを俺的にはやってほしいのに、なんかこう迷惑かかりそうだからやだみたいな、まあ、そういう方いると思うんだけども、ちょっとそういったなんか難しい、周りに迷惑かけてしまうみたいな、そういったちょっとマイナス的なマインド、その辺をちょっとねもうなくしてほしいですね。今回の動画で参加できるようなね条件持ってれば参加していいんすから。まあ、周りからなんか言われることも確かにある可能性もあるよ。まあ、ただ、まあ、今回の職業でやってれば全然活躍できるんで、多分言われないと思うんですよね。はい、というわけで、海賊、じゃあどうやって立ち回ればいいのか、まずは負けっかいしてください。まあ、大砲置いてもいいですよ、もちろん。はい、負けっかいしてください。で、次に、はい、負けっかいし終わりました。防御完璧です。したら、中央を陣取ります。この中央ね、マップの中央を陣取って、はい、大砲置いてください。以上。大砲置きます。以上。で、もう一丁。大砲置きます。はい。敵の向いてる方向にね、撃ちます。で、そしたら、はい、集中攻撃してください。終わり。で、あとは必殺引きてるんで、まあ、この辺のウルトラ大砲とかもやっちゃいましょうか。で、よいしょ。ウルトラ大砲をやって、で、からの、あ、じゃあなんか大砲の向きが違えなと思ったら、はい、集中攻撃。で、あとは、あ、砲撃ブースト溜まってる。この辺もね、ま、いろいろ、極めてくると、タイミングとかあるんだけども、そんなもん気にしなくていい。どうでもいいんで。で、レボールスライサー、おいしょ、ぶっつけて、いいダメージですね。で、からの、あ、なんか連続ロックオン溜まってる。あ、これも使っちゃおうっつって。はい、使います。はい。もう使ってね。で、あとは、あ、パニックキャノンもある。あ、じゃこれも使っちゃおう。はい、これ終わり。ね、極めればね、さっき言った通り、タイミングってあるよ、もちろん。だからそんなもん基本関係ないんで。で、あ、恐怖弾も溜まってる。あ、じゃこれも、ぶち込んじゃおう。よいしょ。ぶち込んでみました。よいしょ、敵の動きね、なんか遅くなりました。ではなんか、やることねえなっつって、じゃあロックオンでもすっかっつって。これちなみに砲撃ロックオンというのは、まあ、この、要は、なんだ、撃ち終わった大砲に、この砲撃ロックオンすると、次の砲撃が早くなります。まあ、というわけなんでね。まあ、集中攻撃だけでもいいんだけども、まあ、可能であれば砲撃ロックオンも混ぜていくことによって、結構いろいろこう、発射速度が、まあ、ちょっとその辺話すると、少しややこしくなるんで、いいです。適当で。こんな感じに砲撃ロックオンしまくってください。で、はい、はい、オッケー。はい、撃ったね。あ、よし、危ない、危ない、危ない。危ない、もうしょうがない。そしたらもう大砲ぶっ壊されたら、もう一回置くだけなんで。わしらは、なくなったら足すだけやからな。よし、オッケー。で、はい、大砲。はい、大砲よいしょ。で、あ、じゃあ、必殺もあるね。じゃあ、ウルトラ大砲ぶち込んじゃおうか、これで。よいしょ。あ、素晴らしい。あ、素晴らしい。素晴らしいけど、なんかやばいの来てる。すいません。すいませんでした。すいませんでした。あ、でも大丈夫。大丈夫。俺が死んだとしても、俺の置いた大砲が、俺の意志を継いでくれるんで、大丈夫です。素晴らしい。ほら、大砲がね、俺の意志を継いで攻撃してくれてる。ちょっと向き違うなと思ったら、こう集中攻撃でね、こう直しちゃったりして。あ、なんか、ボルボが俺の方向明らかに狙ってますね。したらまあ雑魚処理いきますか。まあ、ここの辺で、はい、こうやって、あ、暇、鼻ほじりながらこう、詰まってて、あ、大爆した。よっしゃ、逃げよう。よし、逃げよう。おげおげ。で、したら、戻ってきて、
実家の安心感を味わいながらこのような感じで、でちょっと大砲の HP がちょっと黄色いってるんで、まあ、ここはちょっと置き直しときますか。よし、オーケー。あれで大砲機よいしょ、もう一丁で、もう一丁、はい、よいしょ。でおなんか気づけばもう敵の HP 黄色ですからね。あれしょ、砲撃ブースト溜まってた、あなんかレポロスライサーも溜まってるわ。これ適当にぶち込むか。おいしょ。で、あーなんだ動いてんな、おい、なんだもう大砲の向きもちげえし、集中攻撃で、おい、おな、なんだ、恐怖弾ショット、なんだこれ、適当に撃っちまえ。よいしょ、素晴らしい。で、ちやべ、俺食らうかな、これ。危ない、ちょ待って。いや、こっち来んな。ちやめろ。よし。したらもう、はい、じゃあさっきフラちゃんから習った砲撃ロックオン。この辺適当にいろんな大砲にやっとこうか。あ、これなんかいっぱい弾出るんやろつって。あー、ちょ、カタスちゃんは、あー、つ無理っすね。しょうがない。また、したら中央に、大砲を置きまくりましょう。よし。もうこれだけでだいぶ火力貢献になってるんで、こうやって大砲をイジイジするだけなんで、あとは。で、よいしょ。はい、集中攻撃。あ、なんか必殺溜まりましたね。あ、適当にこの辺ね。溜まったから置くだけ。はい、そんな感じで、軽い気持ちでね、やりましょう。したらどうしようかな。大砲機でもするか。大砲機でもして、よいしょ。もう一丁。で、からの、あ、もう一丁置こう。よいしょ。で、そしたら、な、連続ロックオン溜まっとるわ。まあ、この辺適当にやっとこうか。あ、で、からの、あ、なんかパニックキャノンとか溜まっとるわ。じゃ、この辺ももう一丁やっとこうか。あー、俺吸われたけど、俺の意思を大砲が継いでくれてるんで、大丈夫。大丈夫です、皆さん。てか、大砲も吸い込まれるんか、これ。ちょ、今気づいたけど。よし。はい、砲撃ブースト溜まってるんで、なんか使っとこうか。あ、なんかレボロスライサーも溜まっとるわ。これ使っとこうか。よいしょ。よし、いいですね、素晴らしい。な、あとはもう適当に、そうね、集中攻撃でもしとこうか。で、あとは、あっちなんかやべ。なんか、やばいレーザーが、俺の大砲が、あ、でも倒したわ。完璧に。簡単に倒したわ。よし、タイマー5分1秒。ありがとうございます。まあ、そういうわけで、精霊の霊薬でした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回は深淵のトカビト第3弾強化のフラウソンで初心者でもめちゃめちゃ活躍できる職業ということで紹介しました。まあ、いろんな職業あるけども、今回紹介した天地雷鳴士、魔法戦士、海賊というのは初心者でも相当活躍ができるし、やることも非常に簡単なので、この辺ですね、まあ、やっぱやるだけで迷惑をかけないどころか活躍だってできてしまうんで、まあ、なので初心者の方ぜひとも参考にしてやってみてください。というわけで今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。